皆さんこんにちは。ジョイとして有名なタレントである西川彩子さん。今回は西川彩子の自宅で孤独死の実態と、脳出血から緊急搬送された闘病生活や熟年離婚の真相について紹介します。まずは西川彩子の履歴とプロフィールから紹介します。西川彩子は日本の医師、タレント。1996年度ミス日本第28回フォトジェニック賞、ホリプロ所属。1994年度ミス湘南グランプリ。1996年ミス日本フォトジェニック賞。1996年から1997年、恋のから騒ぎ第三期生として出演した。タレントとして多くのテレビ番組などに出演し、イメージビデオや写真集も出版した。一方、将来の目標は医療ジャーナリストとしていた。TBS 系列の早朝のワイドショーエクスプレスで、健康情報を担当するキャスターを務め、毎朝白衣を着用して番組を進行していた時代があった。2021年8月17日の朝に入浴した後に異変が生じ、自宅リビングで倒れているところを駆けつけたマネージャーによって発見され、病院に緊急搬送、右脳内出血と診断され、5時間に及ぶ緊急手術を受けた。病院からは3週間程度の入院が必要とされていると伝えられた10月6日。自身のインスタグラムを更新し、9月26日にリハビリ専門の病院に転院したこと、脳のダメージを受けた部位に磁気刺激を施す反復性頸頭蓋磁気刺激を受けていることを報告した。また、脳出血発症の原因については、高血圧やそれに伴う血圧変動であると記した12月16日、退院、脳内出血の経験を通じ、大学院を目指すことを決意。2022年12月8日、聖マリアンナ医科大学大学院リハビリテーション科の試験に合格したことを報告した。2023年6月に脳内出血が再発。同年11月現在、回復期リハビリテーション専門病院に入院していることが報じられた。数年前までバラエティ番組に欠かせない存在だった西川彩子が、お茶の間に姿を見せなくなって久しい。医師という職業を生かしながら毒舌で鳴らしていた彼女が、第二の人生を歩もうとしていた矢先に立ちはだかった高い壁は、奇跡の病院と呼ばれることもあるその施設には、明るく広々とした廊下が広がり、アート作品がいくつも展示されている。太めをやると視界に入る風流な光景に、入院患者らは口元を緩ませる。ここは寝たきりにさせないをモットーにする。回復期リハビリテーションの専門病院である。これまで数多くの著名人を再生させたその病院で、現在必死にリハビリに励んでいるのが医師でタレントの西川彩子だ。西川さんがここに入院してから約半年が経ちました。この間 SNS はストップしてしまっていますが、食欲もあり、お話も楽しそうにしていて元気です。ただかなりお痩せになりました。もともとふくよかとは言えない体型でしたけど、お見舞いに来る方がびっくりされることも多いようです。時には毒舌とも言える発言で世間を賑わせながらも、常に独自の視点を持ち合わせていた西川。すっかり表舞台から姿を消した美人ジョイに何が起こったのか。入院を余儀なくされたのは、立っているだけでも汗ばむ今年の初夏のことだった。前室の西川の知人が語る。自宅で倒れていたところを関係者が発見して病院に搬送されました。彼女は一昨年も同様に救急搬送されましたが、どうやら同じ病気が再発してしまったようです。2021年8月、彼女が脳出血で倒れたのも同じく自宅だった。勤務先の病院に出勤せず、連絡が取れなかったので、マネジャーが警察の立ち会いのもと自宅に入ると、リビングで倒れている西川さんを発見した。その時は入浴後に異変を感じ、立てなくなったとのこと。病名は右脳内出血で、5時間に及ぶ緊急手術を受けました。工藤千秋脳神経外科クリニック院長の工藤千秋医師が解説する。脳出血は脳の血管が破れて出血する病気で、基本的に生活習慣病などで動脈硬化が進んだ人に生じやすい。また一部には生まれつきなりやすい体質の人もいます。出血量が多い場合は、西川さんのように緊急手術を行っても
術後に手足が動きづらくなったり、ろれつが回りにくいなどの後遺症が出ることがあります。2023年1月11日、ジョイでタレントの西川彩子は福祉関係の会社役員との協議離婚が成立したことを発表。2010年2月の結婚から約4年という短い結婚生活にピリオドを打った。西川の所属事務所の発表によれば、2人は1年ほど前から離婚の話し合いを始め、2022年11月からは別居状態が続いていたという。その西川はテレビ番組サンデージャポンに出演し、離婚の理由や現在の胸中などを語った。まず司会の田中裕二に爆笑問題から離婚の理由を聞かれた西川は、私が至らなかったんですね、元から嫌われたんでしょ、私がと淡々と答えた。さらに田中が西川さんの方からは、まだ全然頑張ろうという気はあったのかと質問すると、西川は一旦なんですかと言葉を詰まらせた後、お互いに頑張ろうとしたんですけど傷つけあったというかと語った。続けて、テレビプロデューサーのデーブ・スペクターが具体的な原因ってあるんですかと突っ込むと、西川は別に彼が浮気をしたとか私が浮気をしたとかではないし、それなのに元尾が家を出て行きたいということはやっぱり私が行けなかったんだと思いますねと反省の様子を見せた。番組内ではマスコミ各社に送られた西川直筆の離婚報告のファックスも紹介され、その文中にある自分で結婚生活のハードルを上げてしまったとの記述の意味を聞かれた西川は、理想の家庭像とかこうあるべきというのを私が強く持ってしまっていたので、そこが違うと元尾が怒ってしまったりとか、西川の実家は父親と母親が毎晩家でご飯を食べるというのは当たり前だったので、それを当てはめたかったし、旅行に何回行くとかそういうところも私は言ってましたしと説明。それを受けテレビプロデューサーのテリー伊藤が、ということは彼の責任じゃないよねと問いただすと、西川は、私が例えば番組で元尾が家を出てっちゃってとかいうことは、彼にとってはいろんなところから電話があってすごく苦しめたみたいですね、だから私が医者だけやっていたら起きなかったことかもしれないですねと自らに非があると改めて強調した。この他にも番組内では、日頃から同番組内で他のタレントの離婚などについて厳しいコメントを寄せていた西川が、いろいろ言えないことって夫婦間にはあって、結果として離婚の原因は価値観の相違とか言うしかなかったんだなって、だから今までの人皆さんごめんなさいって言うと自身の過去の発言を反省するシーンも見られた。西川は昨年1月20日に放送された同番組内で夫が出て行ったと涙ながらに語ったり、先週1月5日放送の同番組内で正月は自宅でインスタントカップ麺のペヤング食べてたなどと語り、以前から一部メディアなどで離婚の危機が報じられてきたが、この1年の西川の発言からは離婚の可能性も含め自身の結婚生活に悩む西川の葛藤が垣間見える。特に他のタレントの離婚に関する西川のコメントにそれが顕著に現れていたようだ。例えば自宅での寝室不倫騒動を受け、2022年5月に俳優中村雅也と離婚した元モーニング娘。でタレントの矢口真里については、レギュラー出演する同番組内で以下のようなコメントで再三にわたり矢口への批判を展開してきた。あまりにも常識がなさすぎるし、結婚というものに対する意識も低すぎる。もともと夫婦関係は破綻していたんじゃないですか、不倫相手を自宅に連れてきたって良いぐらいの愛情の関係だったんじゃないですかね。この他にも2022年2月に女優西野亮子が離婚した際には、2022年3月24日放送の同番組内でコメントを求められた西川は、離婚の原因はすれ違いだというが、すれ違うことなんていくらでもある、2回結婚して2回離婚するというのは節操がない、我慢が足りないと西野を厳しく批判していた。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。